ターに飛び込んできたことによって貴様の魂幽体は弾き出されてしまったのだ。別の言い方をするなら憑依された。ボディその憑依霊に貴様の肉体は乗っ取られてしまった。嘘だ。嘘じゃないのら。でたらめに決まってる。じゃあ証拠を見せてあげるのら。証拠？それは現在貴様の部屋103号室の様子なのら。何が見える？俺だ。俺が映ってる。うん。ありえない。録画だとでも？あ、そうだ。だけどそれはニコ生にリアルタイムのものであることは間違いないのら。それに映像の奥テレビがついてるのが見えるら。ああ、ニュース番組が映ってるの。それじゃ次はこっちを見るのら。はい、こちら警視庁前です。バスを占拠した犯行グループへの取り調べは、今回の犯行の動機について容疑者たちは報道機関を通じて政府が隠蔽している事実などと供述しているとのことです。同じだ。この部屋のテレビと俺の部屋のテレビの映像が。これで分かったら。だけどだとしたら誰が一体俺の体を。俺は激しく混乱していた。わけのわからないことだらけで、もっとも今の俺に頭と。俺はあの河原で横たわった。その後のことは何もわからない。気がつくと俺はこのアパート古来館の203号室にいて、人語を介する謎の猫自称幽霊のチラノスケと。チラノスケは俺の体は何者かに乗っ取られてしまった。その結果俺の魂は弾き出されて肉体。突然そんなことを告げられて、だがその一方でこんなにもぶっ飛んだ状況を素直に。初めてではなかったからだ。前にも似たようなことを。とにかく今は自分の体の奪還を最優先に考えるべきだと思うのら。知ってるのか、その方法を。取り戻せる。このアパート古来館の住人の誰かがとある書物を持っているのら。古代インドの聖典ナンダーラガンダーラという書物を。もしかしてその中に肉体を取り戻す方法が。うん。だけどどうしてそんな書物を住人が。ただの偶然じゃないことだけは間違いないのら。ちゃんとした理由があって、その人物はナンダーラガンダーラをしょ。その人物って誰だよ。さあそこまでは。おいおい、とぼけるなよ。お前は何もかも知ってるんだろ。俺の名前も知ってたし、それ以外のことも。ちゃっちゃとナンダーラガンダーラを探しちゃってよ。それを見つければ。なんか口調変わってないか。多重人格なのら。それにしても本当にこいつは何者なんだ。人語を介する猫の意、それだけでも十分不可解だというのに信じていいのか。いや、信じざるを得ないのか。わかったよ。うん、正しい選択なのら。でどうすればいい。住人の部屋の捜索、まずはそこから始めてみる。了解だ。あ、いちいちドアを通る必要はないのら。
幽体なのだから、壁や天井を自由にすり抜けることができるのら。それからもう一つ、くれぐれも二度続けて興奮しないよう。二度続けて？うん。そうするとどうなるんだ？人類が滅亡してしまうのら。は？とにかくなんだらかんだらを探すの。貴様が肉体を取り戻せば何もかもが平穏無事に解決。以上、健闘を祈る。さらばれ。おい、なんだよそれ。なんだらかんだらを探すのら。ここは202号室、秩父ラブラの部屋だ。誰もいないな。ラブラはまだ帰ってきてないのか。一つ積んでは父のため、二つ積んでは母のため。はい、こちら例のお悩み何でも解決、霊媒本舗おばあちゃんと一緒です。大変申し訳ありませんが、ただいま外出中のため電話に出ることができません。ピーという発信音の後にお名前、お電話番号とご相談の内容をお話しください。ここは201号室、ダイハツメーカの部屋だ。メーカの年齢は聞いていない。おそらく高校生ぐらいだとは思うのだが、学校には行っていないようだ。いつもこの部屋で何か機械類をいじったり研究らしきことをしている。今も何かを作っているようだが。僕はインベンター、君はインバイトハー。君はインベーダー、これはインバーター。メーカは頭がいいのか悪いのか。ち、例えば。お届け物です。は？昨日宅配便の兄ちゃんが来てな。でもお前おらへんかったやろ。せやから代わりにうちが。うわ、なんな魔法の鏡号って。あ、なんでもねえし。なんでもあるやろ。いいから。まあええわ、見ればわかることやし。見る？一巻だけ貸してもろたんや。でこれからナルギドの部屋で鑑賞会を。ん？ここは101号室、ナルギのミカタンの部屋だ。ミカタンのタンは設備語ではない。つまりミカちゃんを幼児語化してミカタンと称しているわけではないという。ナルギのミカタンはタンを含んだが、そうは言っても彼女のことをミカタンと。そこで俺は名字の方、ナルギのと。おかしいな、どこにしまったんだっけ。おいナルギの、こっちを向いてくれ。あれがないと大変なことになっちゃうんだけど。やっぱりダメか。俺の姿は見えない。おまけに声も聞こえないようだ。ある程度予想していたことではあったが、
こうして目の前に現実を突きつけられると改めて愕然とせずにはいられなかった。早く何とかしないと。確かに本って言ったよな。くそ、やっぱりダメか。中に入ることはできないみたいだ。それにしても俺の体を乗っ取った奴は一体何を企んでるんだ。肉体を奪われただけでも十分腹立たしかったが、どこの誰かもわからない奴に自分の部屋を占拠されているという事実も、姉貴だって、何しろこの部屋にはまだ姉貴の私物がたんまりと残っているのだから。俺が越してくるまでこの103号室には俺の姉入り立つ秋名が住んでいた。年齢は23、陰性でちょっと変態的な。その姉がアメリカの大学に留学することになり、姉はこの部屋に愛着を持っていた。留学を終えたらまたここに住みたいと姉は言った。そこで俺が彼女の部屋を譲り受け、代わりに住むことになった。俺は17歳の子だが、俺が一人暮らしをすることについて、なぜなら俺には両親なんて。俺と姉は信州の山奥でじっちゃんに育てられた。そのじっちゃんもすでに他界し、今俺にとって身内と呼べるのは悲しいかな。まあとにかくそんなわけで、この部屋にある家具や電化製品の類は、机も布団もテレビもパソコンも、もちろんだからといって見知らぬ何者かに部屋を漁られてもいいということには、一刻も早くナンダーラガンダーラを見つけ出し、ここは102号室引き渡に糸の部屋だ。糸は、寝てるみたいだな。ここは203号室。さっきチラノスケと話した部屋だ。今はもうチラノスケの姿はない。閑散とした部屋。それもそのはず、もともとこの203号室は空き部屋だったのだから。大家の話によると、もう長いことこの部屋には誰も住んでいないという。そんな部屋になぜ人語を介する猫の幽霊がいたのか、そもそもあいつの存在自体が謎めいているので、推測のしようがなかった。びっくりした？なんだよ突然。気になったから戻ってきてやったのだ。それはそれは。で、なんだらがんだらは見つかったのだ？いや、まだ一通り部屋を回っただけだし。手がかりは？それや、きっとその本こそが我らが。本当だろうな。多分かよ。しまったんだった。あれ、鍵がかかってる。なんで？私鍵なんて閉めたっけ。どうしよう、これじゃ取り出せないよ。大事な大事な本なのに。とりあえず
本のありかは分かったんだ。あとは引き出しの鍵を見つければ。見つけるだけじゃダメなの。ちゃんとミカタン自身がその鍵を手に入れないと。どうして？わけは後で説明してやるのだ。というわけで、イリダツユータン、貴様に引き出しの鍵を見つけてミカタンにゲットさせるのだ。とにかく鍵を見つけないと。確かハートの形をしてたと思ったけど。ハート型の鍵か。ハート型の鍵、これだな。だけどどうしてメイカの部屋に。まあいい、とにかくこいつをナルギノのところに持っていけば。あれ、掴めない。そりゃそうなのだ、貴様は幽体。壁や天井をすり抜けられる天皇。ただの例えなのだ。だから当然のごとく。だったらどうすればいいんだ。方法はある。なんだよその方法。ズバリ霊力を使えばいいんだ。霊力？説明しよう。霊力とは全ての幽霊や幽体に備わった特殊な能力のことなのら。ほう、つうかどこなんだよここ。オイラのイリュージョンワールド。オイラの霊力を使って貴様に幻影を見せているのだ。こういう演出って大事じゃん。ねえ、その特殊な能力っていうのは。簡単に言うと超能力みたいなものだね。物理的に干渉することなく物体を動かしたり遠隔投資したり、そういうことが普通にできちゃう便利で楽しい不思議な能力のこと。この俺にもその能力が。もちろん。なんだ、だったら簡単じゃないか。その霊力とやらを使って鍵を移動させれば。甘い。夏休みに帰省した時、親戚のおばちゃん家で出されがちな麦茶よりも甘い。貴様の霊力レベルはまだゼロ。称号で言うと霊術師見習いクラスのひよっこに過ぎないの。そのレベルで鍵を移動させるなど少し。だけど俺にも力はあるって。確かに力はある。でもその力はまだまだ微弱なものに過ぎないのだよ。つまり鍵を動かすには霊力レベルを上げる必要があると。その通り。どうすればレベルアップできる。その前に一つ質問。幽霊はなんで人間を怖がらせると思う。さあ、っていうか幽霊は別に人間を怖がらせようと思って怖がらせてるわけじゃないだ。人が勝手に幽霊を見て怖がるだけで。それは違うのよ。だったらどうして幽霊は明るい場所や騒がしい場所にはめったに出現しないのよ。幽霊が出るところといったら大抵は薄暗い場所や静かな場所、人気のないところと言い換えると、幽霊は人間が本能的に恐怖を感じそうなところを狙って出没して。なぜか幽霊の目的は人間を怖がらせたり驚かせたりすることにあるからなのだ。そんなことして一体何の得が。ぶったまをゲットできるのだ。ぶったま？人間が恐怖を感じたり驚いたりした時に飛び出る魂のかけらのこと。めちゃめちゃビビった時にはたくさんのぶったまが、ちょっとしかビビらなかった時には少しだけぶったまが出る。幽霊たちはみんなそれを集めてるのだ。集めるとどうなるんだ。貯めたぶったまの値が規定値に達すると次の霊力レベルにステップアップできるのだ。それに合わせて称号のランクも上がる。ランクが上がると何かいいこと。まあいろいろと。最終的には霊界にも行けるようになるし。霊界がどんなところなのかは知ってるのら。最高にハッピーでピースフルな主治肉林の楽園なのだ。だからその楽園を目指して幽霊たちはみんなぶったまの回収に勤しんでるってわけか。そういうこと。
わかった。とにかく霊力レベルを上げるにはぶっ玉とかいうやつを集めればいいんだな。ところでチラノスケ、鍵の件だけど、お前が霊力を使えば済む話なんじゃないのか。俺なんかよりもお前の霊力レベルの方がはるかに高そうだし。はあ、都合が悪くなると寝るのか。さあ、とにかく誰かをぶっとまげさせるのら。人類の未来は貴様の双剣にかかっている。はいはい。この部屋で思う存分ぶったまを集めるのら。なあ、なんでこの部屋に移動したんだ。オイラの見立てではこの部屋ならより多くのぶったまが集められる気がするのら。はあ、大丈夫かよこいつ。私、鍵なんて閉めた覚えないんだけど。本が取り出せないよ。チラノスケ、これは？時間が止まったのら。時間が？幽霊や幽体は時間を止めることができるのら。いや、
もっと正確に言えば、時間という流れの中に停滞できるというべき。例えば、川に流した笹舟は放っておけば川と同じ速度で流れていくだけだけど、笹舟にモーターとスクリューがついていれば、川のある地点にとどまり続けること。ここでのモーターとスクリューは貴様の霊力を指すら。分かったような、分からないような。じゃあシンプルにこう考えてみたら、幽霊や幽体は時間に関する物理法則が適用されない存在なのら。したがって幽霊や幽体は時を自在に操ることができるのら。とにかくこれだけは覚えておいてほしい。霊力を行使できるのは、要するにいたずらを実行できるのは、時間を止め、古来館の住人が見ている前でリアルタイムに霊力を使うことはできないから注意するらよ。くそ、ナルギノのやつ気づいてくれないみたいだ。あれ、ぶったまが出てこないな。ぶったまげさせられなかったからら。つまりいたずらしても驚かせることができなければぶったまは手に入らないと。うむ、さっきも言ったが、貴様が今使える霊力の回数にぶったまげない外れ面を選ばないで、ぶったまの手に入る当たり面を的確に選んでいくのらよ。見事、ぶったまをゲットしたのら。どうしたのら？嬉しくないのら？あんまり。どうして？ぶったまって、魂のかけらなんだろ？いいのかよ、そんな大事なもんもらっちゃって。ああ、そんなことを気にしてたのら？大丈夫なのら？今ぐらいの量のぶったまだったら、5、60個もらったところで死にはしないのら。例えるなら、大木の枝から葉っぱを1枚拝借するようなもので。そっか。それに欠けた魂は一晩も寝れば完璧に回復しちゃうしね。だから気にせずガンガンぶったまを集めていくといいのら。
霊力レベルがアップして1になったのら。称号のランクも1段階上がって初級霊術師に。よし、これでようやくハート型の鍵が動かせるぞ。さてと、それじゃあこのハート型の鍵を。たんま、それ味方の部屋に持っていくつもりなのよ。ああそうだけど。だとしたら無理なのよ。どうして。貴様は幽体だから部屋から部屋へと自由に行き来することができる。だが鍵は物質でできているから壁や床や天井をすり抜けることはできないのだ。そんな。だから言ったのら、ミカタン自身が鍵を手に入れる必要があるって。じゃあどうすればいいんだよ。簡単なことだ。鍵をミカタンのところへ持っていけないなら、ミカタンの方を鍵のあるところまで連れてく。つまりナルギノをこの部屋へ導けばいいと。そういうこと。だけどどうやって。なんだ、隣の部屋から聞こえてきたみたいだね。ラブラが帰ってきたのか。何してんだよこいつ。さあ、今日もお肌スベスベですのね、ゴン様。彼女の名前は秩父ラブラ、職業は霊媒師。彼女は俺の姉、入り立つアキナの親友でもある。二人はニコニコ生放送、いわゆるニコ生を通じて知り合ったらしい。ラブラと俺の姉は共に生主だったようなのだ。俺の部屋の様子を203号室のノートパソコンで見ることができたのはこのため。俺の姉は他人に私生活を見られることで無常の喜びを感じるという奇特な性癖を持っている。この盗作した欲望を満たすため、姉は室内に複数のカメラを設置し、24時間休むことなくそのカメラで撮られた映像をライブでニコ生に配信していた。だから言ったのだ、あいつは変態だと。もちろん俺は引っ越してからすぐに配信用のパソコンの電源、だがカメラはそのままにしておいた。姉が戻ってきた時になんやかんやと文句をつけられるのが嫌だったから。そのカメラで撮られた映像があれだ。なぜニコ生にアップされていたのかはわからない。俺の体を乗っ取ったやつが自分でパソコンを立ち上げたのだろうか、それともチラノスケが。とにかくそんなわけでラブラと姉はニコ生を接点として知り合い、すぐに意気投合。互いの放送に出演したりされたりする関係になったようだ。当時姉はすでに古来館の住人となっていたが、ラブラの方は別の場所に住んでいたらしい。そのラブラが姉の部屋を訪れていった。いいなあ、私もここに住みたい。だったら住めばいいじゃん。部屋空いてるみたいだしさ。かくしてラブラはこの古来館の住人となった。姉が俺にラブラを紹介してくれたのもこの頃。ラブラとは結構長い付き合いになる。何が IT ベンチャーの CEO よ、偉そうにしちゃってさ。また振られたんだ。またって言うな。それに振られたわけじゃないし。じゃあなんだよ。女の子とね、一緒に歩いてるとこ見ちゃったの。それだけ。手をつないでた。こういうのじゃなくてこう
ういうの。ラブラってさ、処女なの？処女じゃねえし。姉貴から聞いたんだけどさ、誰とも付き合ったことないんだって。私生活を24時間生配信してた女に言われたくないわ。確かに。でもなんで突然アメリカ留学なんて言っちゃったんだろう。愚痴を聞いてくれる相手は。ゆうたん聞いてよ、その IT ベンチャーのエロガスがさ。ゴン様、緊張してるんですか。We got